子供は楽しい夏休み。でもお父さんやお母さんは遊び疲れ。そんな疲れを少しでも癒そうと、遊ぶ子供たちを見守りながら無料でもみほぐしを受けられるサービスがなんばパークスで始まりました。いやもうすごく楽です。こっちはもう楽しんでるのでこっちも癒されて一石二鳥やなって感じ。夏休みも残り2週間ほど。お父さんやお母さんは体中もみほぐされて、子どもたちとさらに楽しい思い出を作る準備をしていました。このほぐしーランドはあさってまで開かれています。関西テレビニュース YouTube チャンネルをご覧いただきありがとうございます。チャンネル登録よろしくお願いします。